コリ夫さんりあがとうさハハッピーロウィンかわいいありがとう,いいありがとうチャートリーおめでとう本当にありがとうございますそう昨日チャートリーさんに加入することが決まりましたうれしいムーメリーさんコウモリありがとうお写ブリフかわいいのわりに3回言いましたかわいいも3回言ってね 中身のふなかとさんこもり、ありがとうルーム間違えてるのであずみんルームに避難しますねダメですあずみんルームとさ陰と陽の差があるんですけどあずみんはちょっと天守っぽく可愛かったんですけど私はおろちさん似合うありがとうずっと愛してますありがとうなべちさんこもり、ありがとうくるりんぱさん,さんハッピーハロウィンありがとう昨日お疲れ様でした楽しかったよ 私もすごい楽しくてもうはあのやる前はさめっちゃ緊張してたんだけどもう本当に楽しかった昨日は藤友さん小森ありがとう中村さんかわいいありがとう水い美さんアイスありがとう昨日お疲れ様最高でした泣きそうになったよかったそう言ってくれてそう本当にめっちゃ来てほしいって言ってたから本当に成功させられるように。 ホセデラローサさんコウモリありがとうおじゃまるさんコバンありがとうイノセンスさんコウモリありがとうコウさんコウモリありがとう新しくチャートリさんに入らせていただきますヒョンです <laughs> こんなトムさんコウモリありがとう昨日真ん中に緑の字で久しぶりの日サ背景が緑の地は見えましたか見えましたしっかり嬉しかった ありがとうキズナさんかわいいありがとうラベンダーさんコウモリありがとうマノヒロさんコウモリありがとうちょっと急ぎますねちょっと待ってね一回飛ばしてリンクさんコウモリありがとう山さんかわいいありがとう <laughs> 思い切りかみちぎってほしい<笑><笑>ちょっと待ってよちょっと待ってよ息を落ち着こうルーチーさんコウモリありがとうコウさんコウモリありがとう 昨日の公演最前列でクルクルさえを振ってました。嬉しい、嬉しかった。え昨日の研究生公演もこうたくさんの方があのペンライトクルクルのペンライト振ってくださって,て本当に嬉しかった。私は感動。<laughs> トイさんハッピーハロウィン。 さんハッピーハロウィンありがとうハッピーハロウィンハッピーハロウィンタワー食っちゃうぞ怖い怖い食べちゃうぞハッピーハッピーいや笑顔がいいんですよね <laughs> ありがとうございますあのあってお礼も帰ってきたあっちょっとやばい 落ち着け落ち着け落ち着けくるくる久賀屋さん小森ありがとう、といさんタワーたくさんありがとう。オッケーかな毎日本当にありがとうございます 昨日,昨日研究したクルクル研究生講演したクルクルですよね合ってますかいや昨日研究研究生講演したクルクルは私が食べました羽目 <laughs> にしてないか大丈夫チャートリでさやさんお仕事はかなります <laughs> そう本当に嬉しい ややばいやばいいちょっと待っってよ一回ちょっとコメントをさってエビちゃんさんコウモリありがとうなべなべさんかわいいありがとう福ちゃんさんかわいいありがとうよし研究生あちょっと公園のことちょっとね落ち着いて話すね <laughs> 昨日うちは初披露だどうえうちはもう新しく見れたうちはもうたくさんあって本当に嬉しかったうちはもう、ね、しっかり見えました 昨日あ引き目なしにくるくるはあ昨日はくるくるさえ多かった本当ですか嬉しいちょっと本当にたくさんくるくるのペナイトが見れて嬉しかった。あずみがくるくるの教師見たいって言って <laughs> 見に来てでも見に来たら食べちゃうよ。なおさんこもりありがとう。 食べちゃうぞ最後列でもよく見えたよかったそれはでもしっかりね全体も見,ま見回しましたよ私も友知さんレインボースターありがとうと井いさんありがとうありがとう最後列から熱い視線を送ってましたもう熱い視線しっかりと受け取りました本当になんかずっとくるくる見てくださってる方もたくさんいてこうちゃんと私だけを見てくださってる方もいらっしゃって嬉しかった中村さん教師 キョンシーくまさん、前回の。ありがとう。今日も私はキョンシーです。ありがとう。もし、スク取れてなかったら、言ってね。大地さん、コウモリ、ありがとう。くるくるちゃん見つけてくれてありがとう。もちろんですよ。嬉しかった、本当に。 よし。だって、今、アカペラのポンポンが。かそう、そうなんですよ。あの、花は誰のもの、研究生公演でアカペラでやらせてもらったんですけど。あの。ポンポンの役だったんですよ。ポンポンだったんですよ。そのポンポンが、ちょっと恥ずかしかった。ポンポン。 ポンポンをねそう、頑張りました、でも。アカペラでポンポン入れたい <laughs> やっぱ、あれ分かったのか。そうあんま、あ気づかれてないかなと思ったんですけど。ポンポン。かんちゃんさん、かぼちゃん、ありがとう。昨日は約束通り最前年、猫耳つけたよ <laughs>。もうすぐ見つけました、猫耳。嬉しかったよ。ちゃんとしっかり見つけて。本当につけてきてくださってると。 目に焼き付けました、私も。お、ライブタグにコスプレ。待って、ちょっと待ってよ、お礼する。コスプレ配信中。オッケー、ありがとう、言ってくれて、かんちゃんさん、かぼちゃん、ありがとう。 山さん、教師いく、まありがとう。教師いくありがとう。山さん、教師いくま。たま。ありがとうございます。私が教師になってるから <laughs>。ありがとうございます。 いつも <laughs> ありがとうチェッパさんコウモリありがとーおしりさんコウモリありがとう若さんコウモリありがとうえよだれにしか見えないなんだと私はくるくる食べてきたのに <laughs> メロンパンさんコウモリありがとう可愛い,いありがとう初見さんもぜひフォローは強制ですフォローしてくれないと <laughs> オロチさん結婚してありがとうやだけど考えとくね来るだそう返してください明日には帰ってくるかもしれんもしかしたら <laughs> 赤ブラよかったそうポンポンはクスって大役 <laughs> そうポンポン緊張しましたポンポンなんかリハの時にリハから私結構緊張しててそのダンスの先生にクルクルくるが一番 ガチガチで固まってたよって言われてもっとくるくるリラックスしてやりなさい本番って言われてちょっとリラックスちょっとはリラックスできたんですけれども本番もガチガチだったんですけどそうリハも緊張してポンポンがポンポン言い忘れててそうそれとか本番終わった後にこに音響さんの方がリハの時の鼻だれのアカペラはどうなることかって思ったけど本番すごく上手だったよってその。 全体的にすごく上手だったよって言ってただけで本当にみんな緊張してたんですよ待って慎吾さんあの花火花火さっきのさっきのタワーの花火のやつありがとうこれは花火なのか花火ありがとうポーズとっさにしたけどスクショ撮れてたかな慎吾さんありがとうございます 綺麗だったありがとうあ今日は肩も出てます <laughs> ねライブタグついてるライブタグおしゅしさんかわいいありがとう みちごさんコウモリありがとう目元が可愛い嬉しいこれついてるかなからかなハートモニュエルさんペンライトありがとうくるくる美味しかったよくるくる <laughs> ハッピーハロウィンしんごさんコウモリいっぱいありがとう配信でも緊張してるの分かったそう本当に緊張がすごくて 何より研究者ののチーームワークの良さが光ってたありがとうございますそう頑張って練習したね難しかったあと最初の「争うことなんか」ってリオちゃんのソロがあって「なくなるのに」がハモりだったんですよそれがもう全然覚えられなくて本当に苦戦してて本番はうまくできたのでよかったでも本当にそうやばかった覚えられなくてでも ポンポンの音はすぐ覚えたんだよね。ポンポンは一発で覚えれた音が。<laughs> なんでかな。ポンポン。コロコロ何味だった？グミ味でした。グミのちょっとグミ混ぜた。<laughs> 研究性公演、遠征して海がありました。<laughs> よかったー嬉しいー。ネコミミはスタッフに止められて無理だった <laughs>。そうだったのか。やっぱ大きいと無理なのかな。 猫耳耳のデカさミミィさんかわいありがとうライブタグまだ反映されてないなんだとどうだどうだどうだ。どうだどうだ ポンポの才能すごい <laughs> そう待って最初からちょっとずつ話していくね。てかどうさんかおりありがとう研究する声のね一発目は夢力でまず夢力から始まってね夢力はねなんか結構さ何回もさやってるからでもでも緊張してたけど何回もやってるから。 いつも通り行こういつも通り行こうって言って頑張って2曲目が「そして僕は僕じゃなくなる」実はこれ私センターだったんですよっていうか公演のセンターが「そして僕は僕じゃなくなると僕たちは死んだバットだで」で私結構暗闇とかもそうだったんですけどかっこいい系の曲のセンターが多くてかっこいい系 <laughs> 確かにクールな感じで顔毛をね頑張ろうと思って <laughs> そう そして僕は僕,僕じゃなくなるもんね歌が難しかった池田浦さんうまい対岸に見える街の明かりがカムカムさん猫ありがとうあそこももう緊張して一発目だから失敗しちゃいけないと思って本当に緊張してだけど楽しかった初めてやった曲だったし 百七十日連続コメ、ありがとう、ありがとう。ミラーさん、コウモリ、ありがとう。<laughs> そう。かっこいい系、かっこいい曲がね、多分似合うっていうマネージャーさんも多分、そう思ってくださって。真顔とか言うから <laughs>、そう、かっこいい系が悪くてンン。それならいいそう。 今すぐにでも君の元へ駆けつけつたいでも楽しかったそして無謀な夢は覚めることがない無謀のソロ最初ってソロがあるじゃんそのソロが脳膝はその正規の振り付けと一緒なんだけど他の3人はなんか先生が作ってくださって <laughs> その時にちょっとこ,うこう手をなんかこうやってやるんですよこうやってこうやってやるんですけど。 なんか「くるくるだからくるくるにしといたよ」って言われこれでこれの手のくるくると自分自身も回ってくるくるしました「くるくるだからくるくるにした」って言われました。ありがとうございます そして僕僕は僕じゃなくななくる本当に大好きえっそうスタジオさんの曲だからやることも多分少ないと思うからすごいできて嬉しかった私もえ合ってるよねスタジオさんクリンパさんかっこいいありがとう声も見れてタワレコのパネルも見えて揚げもみじも食べれて幸せな広島遠征でした <laughs> 超充実してるじゃないですかいいですさすが素晴らしい <laughs> かっこいい系の曲 歌声とクールな表情がめちゃくちゃ似合う <laughs> のポーズがちょっと待ってよ改めてくるくる歌うまいと思った、えー、嬉しい昨日は全部地声できた地声が多かった気がする ガトルさんコウモリありがとうキョウタロウさんコウモリありがとうトウイさん花火花火もありがとうトウイさんし瞬時にポーズをしました本当にありがとうございます、うん、びっくりびっくりありがとうちょっと待ってねこれは花火だよね花火が打ち上がりました アオイさん、ありがとう。いい本当にありがとうございます。食べます。<laughs> 感謝の、感謝を込めて食べます。皆さん。ストローさん、かぼちゃ。ありがとう仮のお姉ちゃからヤッホ。ヤッホー。来たら食べるけど。ガトロさん、コウモリ。ありがとうかんちゃんさん、コウモリ。ありがとう 初初見見ささん、んです。しないと食べますフ <laughs> そうそれであそう衣装一着目はねギャ,ギャラクシーじゃなくてな,なんだっけジュ,ジュエル衣装っていう衣装であんまり使ったことがない衣装らしいんだけどすごいねあれ可愛かった着れて嬉しかったマイカーの先輩も「可愛いいこの衣装私も着たい」みたいな言っててそう だからあんま着たことがない使ったことがない衣装らしくてそうあれ嬉しかった着れて発声方法変えたのかな声が伸びてました <laughs> そう大きい声出せるように声量音で上げたいと思ってキヨ兄さん今ありがとう海外のファンですあありセイキューハロー、うんめっちゃ可愛いもん <laughs> 今日は笑顔が少ないのに、こうやってやってばっかりで <laughs>。ありがとうございます。トイさん。とおさん。めっちゃ可愛い。ありがとう。ちゃんといさんに入ることができたので、もっと可愛く頑張っていきたいと思います。めっちゃ可愛い。かわさとるさん、こ小森、ありがとう。そして、なんだっけ。次は。しとくか。 無謀がすごい難しくて一人で歌うとこがあったんだけどそこが結構難しかったけど、まあ、課題点ですここはそして MC がありまして自己紹介をしまして <laughs> 一瞬のスリル一瞬のスリル,一瞬,スリル一瞬のスリルはとにかく楽しい <laughs> 一緒する楽しい4人の構成が新しいあとしたことがなくて結構先生が頑張ってくださったんですけどそうナーピとね新名なんですけどナーピとあと「なるけないとラマチックなこと」で安住にこう抱きつくしっかり抱きつきました愛を込めて <laughs>。 着きました今まで沼にはまってただけなのに今日昨日完全に沈じましたじゃあ今日は食べられましょう食べられて沈んでもう頭だれはできません <laughs> そう前からあった衣装でなんかねありささんとかありささんとかココアさんとかひなさんが着てらっしゃった。 そう以上からも少しずつ違うんですよそれも可愛いなりますスカッパさんコウモリありがとう中村さんコウモリありがとう公演見た知り合いもくるくる歌が上手くなってたって言ってたよえー <laughs> 頑張りますもっとハートの絵文字の方花束ありがとう <laughs> 前から可愛いありがとうそして一瞬するの後はアボガドじゃねえし アボカドじゃねえしですこれは <laughs> リオツンとだったそうそれで練習もね頑張りました実は初めてやった曲ででも可愛い曲じゃんえっこんな可愛い曲やるのそもそも初めてと思って楽しかった「チャッチャンチュ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 ッチャンチャッチャンチュッチャンチュッチャンチュッチャン」かアボカドアボカド好きだから <laughs> 好きだからできてよかった <laughs> 好きだしうん チャンチャンちゃってチャンちゃってチャン。スリルサイアンさんと同じくハートを描くパートがあって感動した入り口がいいのとこ。入口がいい。あそこいいよね。私も好き。サイヤさんと一緒なんだよ。運命ですかね。昨日の声めっちゃよかったよ。ありがとうございます。え、あのアボ可動ジャニーズはどうでしたか。クロリンパさん。

格好してたら怖い表情したくなるんですすみませんくっ星集め言ってたらみんなコスプレ可愛くてなかなか抜けて来れんかった許しません食べます可愛が溢れてたよかったやったいちごバナナぽーんちゃっててててててんじゃん松中さんコウモリありがとう 9割くるくる見てたよこれはかつつの髪押し二人並みの高い水準です空うさんややさんええー、嬉しい仲間入りいただきました <laughs> 髪押しさじゃあ私はぜひ髪押し <laughs> よろしくね <laughs> ええー、嬉しいでもねちょっとねキーが高いじゃんそれが結構大変だったりょうつんと大変って言って 周りの女の子に負けてる悔しいよ。<laughs> そう。昨日の曲がほとんどサウスポー。<laughs> その話を渡しますね。サウスポーも。<laughs> シメ落ちりやった。よかった。そう。 ワン,チャン手もでも来るかと思った確かにねテモデモもういつかしてみたいのあピとのあピがねテモデモ好きだからアボカドくるくるの可愛さ10倍に増えた10倍アボカドで思い出したちょっと前に安住にアボカドの歌詞の絵文字の LINE したでしょ <laughs> したえ結構最近な気がするなんか LINE あっちゅうてか絵文字にあの全部あって いちご、バナナ、アーポー、メロン、チェリー、イオレンジ、キュウィ、ピーチ、アボカドの全部絵文字があったからわ、これは私は衝撃的な発見をしてしまったと思ってあずみにラインを送りました <laughs> なんで知ってるのあずみにラインを送りました <laughs> 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 そのメイクで許しませんは怖い怖くないですよ、食べちゃうだけです、私が ナンバーのイベ劇場イベントありましたナンバー行ってたんだ食べちゃったお化けになっても可愛いって言っていただきたいですねでもこれくるくるじゃないんでくるくる私が食べたんですよ実はナベチさんこんモりありがとうハロウィン達成何それハロウィン達成ってハロウィン ありがとうございますなんか前回の誕生日みたいなやつかなハロウィン達成成田さんこウもりありがとうお化けのポーズあずみんが言ってた <laughs> 恥ずかしいそうそうだったかって送りましたあずみんに小野地さんハートいっぱいありがとうハドハドありがとう かわいすぎるありがとう。嬉しい。電波復活お,おかえり。<laughs> 今日めっちゃ食べる。わちょっと今日お腹いっぱいだな。そのメイク時間かかったでしょえそんなことないよ実はねこれね10分ぐらいで,できたこれとこれと。<laughs> 恥ずかしい。キャトルさんコウモリありがとう。ロロ,ロさんコウモリありがとう。くるくる美味しかったよ。美味しかった。えでそしてそして。<laughs> 最後あとアボカドジョニー氏が終わったら MC で「花は誰のもののアカペラ」本当にアカペラそあんまりそう大役はなかったけど本当に足が震えた <laughs> めっちゃ震えました足がカ本当に本番うまくできてよかった、うん。カカ このハモリもずっと難しくて頑張りました本音はアンコールしたかった私もちょっと思ったちょっと思いましたでも私はそれも <laughs> ああれ研究者アンコールないのかと思ってはぁはぁってなった <laughs> 確かにおせんたくるくる食べられちゃったの食べられちゃいましたよ 私が食べたんですまああの子か弱いから <laughs> くるくクルクルいないなら安住とかあ天心とか言っても分からないよねいやそれは私の心はクルクルのままなんです心も食べちゃったのでそれ怒りますよメイク好きよかった <laughs> これもリップ、これもリップ、これもこれもリップだよ。アカペラ驚いた、そうだよね、なんか、リオちゃんがさ、M. C. でさ。アカペラで披露させていただきますってった時に。ちょっと、おお、て会場もなってて。やっぱり、ね、あか、でも、アカペラはそう、初めてのことだったから。マジで、しびれたよは、照らさってもらわんかった、えー。嬉しい。そう、でも、なんか。 すごいツイッターでも評判が良くて、評判 <laughs> あの褒め、お褒めの言葉たくさん頂けて。本当に嬉しかった。よちさん、かもり、ありがとう、やまさん、かっこいい、ありがとう。よちさん、かもりもありがとう、は垂れの歌割りとか、ハマりとか、誰が考えたの?。えっとね、歌の先生がね、考えてくださって。 なんか声の組み合わせとかもあってこの組み合わせだとちょっとあんまりここ,こ,聞,こ聞こえが良くないっていうかなんかここの組み合わせここがいいとか多分こう先生にあるからそれでちょっとこれで試してみてここで試してみてみたいな感じで先生が決めてくださって「<laughs> くるくるの細い足が震えるとはくるくるこじかちゃん?」こじかなんですよ。 さん、バラありがとうでえっと「花はだれのもの」の次は思い出してよかった思い出してよかったもんね難しいよね実はでも「君と知り合ってどれくらいだろうが」がリオちゃんと一緒でした <laughs> ちゃんと、こ手を叩くとこね一緒にやりました モ,モベの写真可愛かったし TL も賑わってたから研究生声めっちゃ見たいなえぜひ見てください <laughs> 超いいよ、うん、ハモるのってやっぱ無事無事私はそのあまりハモるあのハモり担当が少なかったんですけどちょっとたまにあってりおちゃんりおちゃんがほぼほぼハモりだったからすごいなと思って私絶対覚えられない。 そう四人で向き合ってアイコンタクトでタイミングそうタイミング取ったりしたツナモヤさんこもにありがとうそうツルクさんも触れてくださってツナモヤさん猫ありがとう多分クルクルは天音が得意なのかなでもすごくいい図してよそう私天音得意なんですよだからね <laughs> はーとかもすごい私は天音担当ではーんていう天音を響かせました ありがとう。津波さん頑張った。ありがとう。広島の白熊さんコウモリ。ありがとう。クルクルお化けになっても可愛いとか言わないよね。クルクルお化けになっても可愛いはず。<laughs> 広島の白熊さん芋のケーキ。ありがとう。津波さん可愛い。ありがとう。そしてその次はヘタレたちよ。あーこの阿澄のセリフ良かった。<laughs> MC でもいじったんだけどねあずみん苦戦してて本当にそう一緒に帰ったりする時も <laughs>「本当に難しい」って言って「期待されてないってすっごく楽なんだよね」が出てこないらしくて <laughs> 本当に頑張ってたかっこよかった「津なさん尊いありがとう」「ポンポンもハモ確かにポンポンもハモだ <laughs> 砂マヨさんハートありがとう。低音聞き,聞き分けられたくるくる音声だから低音得意 <laughs> あ、そうですね私は低音が得意おじゃまなさんかぶちゃありがとう。いじるね全部そう楽屋でねあずみこのここの MC あずみいじるからね内容は言ずにいじるよいじるよっ人たちを緑一色で 舞台から見て綺麗だった綺麗だった4人でヘタレやったのも初めてだったから嬉しかった4人でその緑を作り上げた <laughs> いや皆さんと一緒に作り上げたんだけどその4人の公演で緑いっぱいにできたのもそれも嬉しかったそうリハーサルの安住の、ま、セリフまでして <laughs> 練習の時はね安住はね「じゃーんおーお言っさあヘタルたちよ頑張れじゃんじゃんじゃん。

み次はくるくるいじる言ってたでもいじり方が分かんないらしいかわいいねいや私はもう全然どんないじりでも受け止めるのでお願いします待ってますよ <laughs> いじりお願いしますあずみんて一緒帰る時いつも手をつないで帰ってる帰ってるよいつも手つないでるよひまじろうさんかわいいありがとう今千穂さんが配信でくるくるの話を <laughs> 嬉しいちょっと待ってよ早く。 カラオケの話もしたいまじろ郎さんレインボースターありがとうワイリンガルさんかわいいありがとうそしてヘタ人の後は MC で「僕たちはシンドバッドだ」これもセンターでやるって言ってましたかっこいい曲だったからすごい5周年で私一番残ってる曲が実は「僕たちはシンドバッドでシンドバッドだで」でシンドバッドだで <laughs> これもできて嬉しかった <laughs> <laughs>

私はソロで、今の順位なんかよりも、これからが大切なんだと言ってくれないのですね <laughs>。で、この先の未来は大きな大きな海に似てが結構高かったんですけど、地声でいけたんですよ、これが。すばら、素晴らしい。 芯のバット好きだからたまらなかったいいよねあれいいよねそうくるくるいじられ上、いや全然もう結構いじられるの好きなので <laughs> どんないじりでも待ってますよくるくるのあおりも見てみたいないきなり噛んだりしていや私あおり下手なんですよでもいつかやってみたい上手くなりたい <laughs> 中村さんきょんしーきょんしーくまきょんしーくま キョンシークマさんありがとう今日はキョンシーがいっぱいありがとうございます食べちゃうぞマニュルさんペンナイトありがとうかっこよかった気持ち入ってたそう気持ち入れました <laughs> 成績が悪くて何があるんだよ <laughs> そう通りで感情輸入が素晴らしいと思った <laughs> そうしっかり感情輸入して 成績悪くて何があるんですか研究成功前成功メディットありがとうありがとうございますくまちゃんもありがとうね来るじゃないんかいがすっかり先輩のお気に入りに <laughs> いや本当に嬉しい良かった来るじゃないんかいこれからも続けたいと思いますあり <laughs> リンさんかっこいいありがとう でもセンター嬉しいなぁしかも最後の曲ありがとうございました。丸友さんお化けありがとうって感じかな研究成功はでもたくさん褒めてくださるんですけど私はその言葉に甘えずもっと成長していきたいと思います。 実際私はその全然まだまだだと思ってます研究生がまだだと思うのでもっと頑張りたいと思いますでも褒めてくださってありがとうございますそれは本心だと思うのですごくしっかりとってそれも自信を持って頑張りたいと思いますプラスに捉えて <laughs> 頑張ります <laughs> くるくる誕生日10月の時9月ですね9月9月ちょいちょい安住に言うのがそんなに不安ですか 不安です <laughs> <laughs> ダンスはもちろんだけど歌声が全編通して本当によかった <laughs> えーよかったそれは全 <laughs> 編通してね頑張った <laughs> 体力続くか心配だったんだけどちゃんと続きました <laughs> アドレナリンで <laughs> <laughs> うんセトリ良よかった謙虚な姿勢が好きありがとう <頑>張る <laughs> シンドバッド本当にかっこよかった。いやーかっこいいでもかっこいい曲自分も好きだからそういうのでセンターにしていただけるのもすごく嬉しい。すごく嬉しい。あと無謀のノーピのセンターでサコさん重なったすごい。わかる重ななんかサコさんとなんか似てるみたいな何かか重なる そして最後のお見送りでコスプレあそうだそう、コスプレをしたんですよあの羊羹いや羊羹,羊羹ってやったらちょっとやったこれは羊羹ってやわれる羊羹メイド羊羹メイドのコスプレをしました一番完成がそうコスプレいいよねコスプレでお見送りと最後のアフタートークコスプレできたの嬉しかったどうでした羊羹 <laughs> 羊羹 向上心が素晴らしいもっと頑張るとんちゃんさんカンマリありがとう期待をはるかに超えてきたもんな今回も今後は本当に楽しみえー、よかったそうちょっとでもね結構私もハードル上げてたから本当にいい公演なるか期来てほしいって <laughs> ハードル上げてたからより緊張しちゃってそう佐久さんのアピバ分かるよね だよね今日はくるくるいながら可愛いいらないねいりますよくるくる心の中にいますので心はくるくるですよ <laughs> 来年もハロウィン事件だったら行こうかなと思ってるえぜひ来てください待ってますよ可愛か,かったやったそれではカラオケの話をしたいと思います逮捕逮捕はノアピだなピだカバリクラさんカバリありがとう パレー感動したよかった感動してくれたウミクリ用に作ったハロウィン小道具壊れてたの使壊れてたんかい壊れてたんかいじゃいつかちょっと見せてください <laughs> そしてカラオケはね私結構カラオケ緊張してて先輩の前で歌うは歌いな できないよそんなのた感じで <laughs> そ,うそ,そ,その緊張状態から始まったんですけどハロウィンは私は牛の格好をしましたアンピーさんが着られてた着られてたやつでね牛の格好をしましたで牛着てみたら意外にスカート短くて私めっちゃびっくりしたんだけど着て着たらなんかもうほぼスカートこれな,ないのと一緒じゃないぐらいの <laughs> 短さでびっくりしたんだけどまあまあいいとまあたまにはこういうのもいいといいと。 <laughs> いう感じで終わりましたくるくるのハロウィン生自身ゲットしたあ,あたやったやったやった。やったやったー <laughs> やったフフ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 フんフフさんフフポンフフフフフそフフ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 フマイカーさんとスタジオさんの チームが人数が少なかったから2人ずつ分かれるってなってこう私とあずみんがマイカーさんでなわペとリオツンがスタジオさんになってこうマイカーさんのグループの一員にな,ならさせていただいたんですけどゆみりんさんがずっと頭ぽぽしてくださってて <laughs> そうソらハさんとかパセリさんがなんか親子みたい <laughs> 親子とか姉妹みたいみたいな言ってくださって。 で実は誕生日一緒なんだよっていう話をしてえー、みたいなうれしかった頭ポンポンにやにやしましたね <laughs> コスプレの写真勢いで多く購入したので来れなかったクルクロタくるくろうたに配りますお優しいぜひ皆さん来れなかった方は <laughs> 頼んで頼んでください <laughs> とか言っちゃったらとか言っちゃったら <そ>う <laughs> ようこそ、チャートレベルかもよろしく。ありがとうございます。頑張ります。そしてね。ね目じめ目指せいいよ。パンツ見えるくらい。<laughs> いやほぼ見えるぐらいだったんですよ。本当に。あ、待ってそう。11月21日の4時間目も話し会も完売あったみたい。本当にありがとうございます。ハッシュタグで見ました。あと、コメントもありがとうございます。 びっくりした紅葉見に行こうよもう完売だなんて本当にありがとうございます一緒に紅葉見に紅葉見に行こうよ本当にありがとう。紅葉見に行こうようんありがとうとすいません本当くるくる緊張してないっていうタイミングずっと存在しない説を立証させたいいつも緊張本当 <laughs> いつも緊張してますよ私は緊張してないタイミングなんてありません <laughs> いつ見れるだろうか あれ牛なのお尻尾が長いから犬かと思った。え、あダルメシアン。えなんかさそ,それ結構裏でも論争になったんですよ。私は牛だこれは牛だって言い張ってて犬でしょって。長 <laughs> さん配信行ってました。クロクロのチャートで超絶歓迎しました。え本当に嬉しいありがとう。本当に嬉しいんです私ちょ。その話もしたのでちょっと急ぎたいよ <laughs> 急ぎたいと思います。 くるくるの成長ぶりに私も頑張ろうと思ってよかった一緒に頑張ろうねそして別れてみーちゃん推しですチャートによこそありがとうございます頑張りますそこで何歳か何歳差かは言わんかったん空気読んでゆみりんさんから言ってくださいました何歳差か8歳差って <laughs> 数えて それでねこう部門があって可愛い部門デュエット部門ガチ歌部門ものまね部門があって私は可愛い部門とデュエット部門に出たんですよ。で可愛いい部門はね「あの想像上のフルーツ」歌ったんだけど緊張しすぎて本番歌詞飛びましたね想像上のフルーツ。でも楽しめばいいと思って。 あと後ろでアズミンとソロハさんが <laughs> こう登場してくださって「突然抱き寄せられ」でハグしてい「い,いいですね」と思って「いいな」歌いながらこうニヤニヤしてみましたそれも可 <laughs> 愛か,かったで出番前に緊張してたらソロハさんが「大丈夫だよ」って「クルクルできるよ」って <laughs>「会場にいる人みんなかバちゃだと思えばいいよ」って言って,ってくださって安心して楽しむことができました 決算しましてありがとうありがとう楽しもうねぜひ今日の感想とかもねあ昨日の感想とかも待ってるハイズさんバナあ花束 <laughs> ありがとう。可愛い部門自分的にはくるくる優勝でしたくるくる推しの優勝になれたらそれだけで嬉しいのでありがとうございます いただきました <laughs> そうそれでねデュエット部門ではねノピとサウンスポーやったんですよ <laughs> それですごいい,い嬉,し嬉しいあんど楽しい面白いことがあってこう曲が流れるじゃんマイク置いてこうた立ち位置立って曲が流れた瞬間こう皆さんが「おー!」ってなって。 今までにその自分が可愛い可愛いいもやってる時にも聞かなかった「お」が聞こえてきてすごく嬉しかったそっからテンション上がって「チャン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 」でに「タチャッタタッ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 タしタッ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 タ ところでチャートリさんのオンラインクレーンゲームでサイヤンさんのアクリルキーホルダーゲットしてけど欲しいえ、いいんですか私もあれしようかまの迷ってたかクレーンゲーム。え、いいんですか <laughs> リップのメイク崩れてるけどメイク直ししたらツッコミ待機中。あ、これ、まあ、崩れたと思うじゃん。食べたんです、くるくるを。<laughs> そう。 サウスポーマジで見たかった <laughs> ぜひ見てほしい。またなんかできる機会あった一番盛り上がってた嬉しいサウスポーはね、もともと知ってました。もともと知ってた。あとね、サウスポーをやろうっていうのを曲を提供してきたのもノアピーだったよ。ノアーピーが提供してくれて、あ、サウスポーいいねってなった。なんかね、候補が3曲出したんだけどね、サウスポーとね、年下の男の子。年下の男の子。 目と口から血が出てけど家が変わらず可愛いな <laughs> ありがとう <laughs> どっちも血を出してあそうあとね先輩とかのねバックとかで踊ったり自分でナーピのナーピのねバックダンサーでパラパラ戻りましたねあれはね当日に覚えたんですけど当日に覚えたけど頑張りました 楽しかったマジ無表情得意だから無表情でツナマヨさんハトありがとうサウスポーどっちックえっとね最初最初の前後はノアピーの方が背が高いからって言って <laughs> 意図的に前後変えたんだけど。 の1はケイちゃんの方だった気がする合ってるかなつなまえさんハトありがとうプレゼント会見されたらありがとうございますサイオンさんそうサウスポーノアピ初なんですよ楽しかった 応援のガヤは自分の楽しむシステムだったんですよ。そうなんよ。ガヤはね、なんか、呼びたかったら呼ぶみたいな感じ。こう、自分の番で呼びたかったらみんなを集めて、来て来てみたいな、いう感じだったんよ。ちもう、呼ぶのも緊張みたい。ふふ。鶴さん研究生褒めてたん、ね、ですそう、褒めていただけて。そう、本当に嬉しかった。そう、それで、またその、 そう1それでグループごとにグループごとだったんだけど <laughs> スタジオさんがこう優勝で私はこう前川さんと一緒にやらせてもらったんですけどこうチームとしてねしっかりあのエディオンの商品券もらう気満々でしたんだったんですけど <laughs> もらってカメラでも買うから <laughs> 頑張ってたんですけどちょっと惜しくは流したけど一日でもね前川さんに入れてそれ楽しかったととこカ浜太郎で全員楽しんでたね一番の盛り上がりだった楽しかったりこちさんのととトカ浜太郎めっちゃ楽しかった戦う走るよ太郎あれもう急遽入ったんですけど終わった瞬間でパラパラが急き入ったけどすご楽しかった <laughs> めっちゃ笑ったんだけどあそこ面白い。 ゆみさんからのおたんぽんぽん幸,せ幸せですよ幸せですよ仕事でリアタイできなくてさっき見たアカペラに泣いたあ,ありがとう見てくれてるアカペラよかったでも結構鳥肌立ったり泣いてくださったりした方いらっしゃって本当に嬉しいあリネさんがいろ泣いていてオッケーオッケー,オッケーえっとねその後急にねなんかスタッフさんから司会の佐竹さんになんか一つの紙が渡りましてわなんだこれは なんだこれは <laughs> 今までそんな経験なくて見る、見る線だったから、あなんだこの紙はと思って。でも多分関係ない内容だろうなと思って、私には、研究生には。と思ってたんだけど、研究生のまさかの昇格、昇格じゃない。昇格じゃない、あの、ユニットの配属を決めるって言って。 ほんとにびっくりした本当にガチで知らなくてほんとにびっくりしましたそうかぼちゃの衣装がしぼむって知ってましたよ <laughs> 知ってましたよア n ピー e n s h o p p y h a r ありがとう浜太郎で回るのは知,知っとったの知らんかった直前まで知らんくてからそれでねこう名前 あずみんりおつん私たしなぴの順番に弾いて封筒を弾いて封筒を開けてもう開けたらそのグループの名前書いてあるんかと思ってあずみん時からびっくりしちゃったんだけど1番2番3番4番って書いてあってあずみんから映像で四国さん出て。 あずみ四国だあずみあずあの,にあの,に <laughs> あのあかりんさんに食べついてて可愛かった <laughs> 可愛かった7000ヘルさんクマ教師ありがとうあ、待ってたお俺も書いてる7000ヘルさんありがとう教師ありがとうおっと落ちた 七千石さん、タワーも、あの前のタワーも、ありがとうございます。吸血鬼のタワー。ありがとう。もしスクショ取れてなかったら、言ってください。ずっとゆかぴさん、ゆかぴさん、ゆかぴがチャートーに入ってて、祈った。 嬉しいそ,うそれでね千穂さんがクルクル大事に育てるって聞いてすごく微笑ましかったよ。うん、うん、そう私も嬉しくてそれでそれでこう自分でりおちゃんりおつんがりおちゃんりおつんがスタジオさんを引き当ててこう残り二人になったじゃんでその時点でマイカーさんかチャートリーさんってなってこう自分 ノーバーンが来て自分の封筒を出して「何番?」ってなってこう映像を見る時にこう横にはけたんですけど横にはけた瞬間にりねさんと目があって目があってこうみたいな感じになってり <laughs> ねさんがこう「うっ」ってなってでこうチャートリーさん出た瞬間にりねさんが「えっナイこうチャートリーなんかこう決まったらさ集まるじゃんグループでこうパーって集ま,っ集まる感じで「いらっしゃい!」みたいな感じだったんだけど。 リネさんがずっと泣きそう泣きそう,泣きそう,泣,きそう <laughs> 泣きそうって言ってくださって私も泣きそうなりました泣きそうって言ってくださってスクショできんかったごめんナラセイヒルさんありがとう 本当にありがとうございます <laughs> そうリネさんが裏でもねずっとね「泣きそう泣きそう」って言ってくださってて嬉しかったんです本当にあそうこちらこそありがとうそれでねたくさん歓迎してくださって。 あとも写真撮ったりちほさんあの集合写真を撮ったんですよチャートリー私が真ん中に入らせていただいてチャートリーさんで写真撮ったんですけどちほさんからエアドローいただきまして <laughs> 先輩とのエアドレー初めてのエアドローさせていただいて嬉しかったあなたもちほさんとかなり話してたけど何話してたのなんか「よろしくね」みたいな感じで「お,お願いします」みたいな感じ。<laughs> 緊張張すするけど頑張りますみたいな感じとかこうサラピさんが確かに「くるくるが一番チャートっぽい」って言ってくださってそれに千穂さんも「確かに確かに」みたいな話でしてくださったんですそう。りんねさんと仲いいの実はちょっと仲良くさせていただいていて <laughs>。 そう、歓迎ツイートもすごく嬉しかった雰囲気にぴったり嬉しいでもさそのさ,っさっき言ってた最後マイカーさんとチャートリーさんがの2択残ってたのがその2つ二グループで私実はそのあのマネージャーさんにあるマネージャーさんにずっと断る,るごとに「まあ来島はマイカーだね」ってずっと言われててその。 マ、まあ、マイカーでマイカーでずっと言われたんですよその,マイそのマネージャーさんがなんかマイカーの担当らしくてマイ,マイカーは大体変な子が集まってくるんだけど来島にはその素質を感じる来島はマイカーだってずっと言われてて <laughs> マイカーさんの気分にちょっとなっててどもう正直本当にどっちでも嬉しくてどこでも嬉しいんですよ本当入れるだけで。 どこでも嬉しくても、ドキ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 みたいな <laughs> 楽しかった本当に。そう昔の千葉さん似てるってほご本人から言っていただきました。可愛いし海賊だからね <laughs>。これちょっと海賊っぽいよね今日のこれも。ディズターンさんにキベダンゴもらって仲良くなった。そうキベダンゴもらいました。 ハムハム <laughs> ハムハそう素質が変な素質がありますって言われてナーピが変な子みたいじゃないかそうなんかでもの私は結構ナーピの方がちょっとはっちゃけてるからステージで「ナーピの方が変ですよ」ってそのマネージャーさんに言ったら「ナーピは <laughs> ただ明るい女の子」って言う明るい女の子よく来島はなんか変な変な雰囲気みたいな感じだったって言われて。 ずっと前川さんだ前川さんだ言われてさやかにんさんもくるくるチャートリーっぽいってメールできついた嬉しいでもねもっと私はちょっとあんまり可愛い自信はないのでもっと可愛く可愛い旅していきたいと思います。 千代さんもシメだとかも共にしているとか言ってなかった。今言ってます。そち代さんもダンえ歌もだしダンスもだし、すごいこう似てるって言ってくださって憧れなんです。ねだから一緒に活動できるってなすごく嬉しいんですよ。そう。変な子なの激しく怒ります。そう変な子さ。そう <laughs> 近くに取られ確かにあのー、海賊海賊 <laughs> 確かにそのあれはあるかもしれない <laughs> いつかユニットの交換,交換入学あったらマイーさんへ <laughs> そう, <laughs> そう, <laughs> そう面白くぜひしてみたいですね面白くリネタソにリネタソさんにやるメイクを教えてもらいます しっかり教えて、教えていただきます <laughs> そう。ハムハムと仲いいのか <laughs> そうハムハム。ハムハム。でも本当に嬉しい、泣いて喜んでくださるだなて。おしじいさん、可愛い,い、ありがとう。<laughs> そのマネさん、くるくるめっちゃ気に入ってるやん。そう、おしって言っていただけて。 押しって言っていただいてます。変変なキャラ。十 <laughs> <laughs> ヶ月前からめっちゃ可愛いわよ、えー。嬉しい。可愛い。可愛い可愛い。押し面全員チャートリーになったおたき渡に一言。奇跡 <laughs>。でもそうチャートリーさんを皆さんからもチャートリーさんが会うって言ってくださったり、私も。 最初から「茶鳥さんがいい」って言ったりしてたので本当に入れてすごく嬉しいんですよ奇跡待って今日読むな忘た運命は必ず自分のベストの方に進んでるよこの運命もしっかり受け止めて頑張って楽しんでいきたい頑張ります <laughs> りねさんは今もくるだす呼び、いろんな呼び方です。くるくる、くるくるくれたそう。<laughs> いろんな呼び方してくださいます。<laughs> 僕も変な子好きだよ、ということはくるくるはもちろん、お。あ、ぜひくるくるも、押してくださいね。<laughs> 変な子なので <laughs>。そう、でも、けん、こう研究生一人で、先輩に混ぜるってなるのはね、初めてだから。緊張する、すごく。 なんか研究生公演もねまたあったらすごく頑張りたい楽しみ似合ううれしいチャートにンってるのはチャートリーさんなの確かえしいチャートリーさんに決まる時「おめでとう」って思いっきり拍手してしまった拍手見ましたしっかりこの目で <laughs> 本当にありがとうございますお口から血が流れてますお大丈夫あ大丈夫ですあの をくるくる食べただけなので <laughs> でもぜひあのー、チャートリーさんの公演もいつ出れるかわかんないけどもし出れるってなったらぜひ見に来てください皆さんそのままコンビニくらいやったらいけるんごいいけない <laughs> いけないいけないカナダいけない チャトリさんさ公園でのうちはちょっとちょっとちょっとお見送りも大丈夫先輩だから <laughs> 先輩だからみんな優しいから大丈夫安心してます頑張りますそうでも歓迎嬉しい本当にクルリンパさんもありがとう でもすごいよねそう本当に皆さんが言ってたみたいにこうみんなぽいところに入ったって言っててすごい確かにって思うぽいぽいとくるくるはグミ味だよ <laughs> グミ味だよ未来さんコウモリありがとう まあそうだね研究性公演もあの MC でねあの「アボカドじゃねえし」のペア割りもまたいろんなのがあるかもしれないよって言ったから通勤もあるかもしれないですよぜひ楽しみにしていてください <laughs> 小林さんハトありがとうちゃんと触られたらあ待って私昨日りこちさんとりねさんにお尻触っていただきましたりこちさんと。 今日はマイカーに入っててくれてありがと、ね、あのカラオケ大会でマイカー一緒に頑張ってくれてありがとねってリコちさんが言ってくださって「こちらこそありがとうございました」って言ったら「そういえばお尻触っていいの?」って言われて「あお願いします」って言ってお尻触っていただきました「<laughs> 柔らかいんだね」って <laughs> 小っ久さんハートありがとう!」。 全然違う話なんだけどこの前好きな数字9なのにブログには5って書いてあったんだけどどっちん9が好きだけど5の倍数も好き510152025303254045が計算しやすいから好きです <laughs> でも誕生日の9月も好きです久林さんハトありがとう,そう そういう <laughs> お尻の儀式をしていただいてます。リコチさん。あそこでお風呂。そこか。言えない <laughs>。言えない言えない本当に。お話し帰りリコチさんに感想聞く <laughs>。やばい。やばいやばい恥ずかしい。チャートリーさんとして驚きでした。こちらも嬉しい。よかった。ありがとうございます。こちらこそ。もう歓迎してしていただきて本当に嬉しいです。 頑張りますよし待ってそろそろスクショタイムしないとスクショタイムくるくるを数字で表すと9696 96確かに9696 96だよ虎さんこもりありがとう想像していいですかさ想像していいいいですよ <laughs> ダメです <laughs> 同じ優香のおきちゃん は好きですかおさんも大好きですおさんスタイル抜群すぎてもう憧れです見てよしスクショタイムしますスーさんこもりありがとう。つまりりこちさんと握手したらくるくるのお尻をさらったことになるのかまあそうだね関節お尻です <laughs> おじゃまるさんハートありがとう。よしスクショタイムしたいと思います ハートありがとうキョンシーアップでねキョンシーであえてあざといやつ。 ハム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 あ <laughs> 後ろのハロウィンないもねハッピーハロウィン,ングミをくれ <laughs> ダンディーさん カモリありがとう肩見ないでポーズ <laughs> ちょっと待ってよお尻抜きでくるくるってあんなにおいしそうだったの <laughs> えどの衣装で思ったんだろうえ嬉しいそう思ってくださって私ウエストには自信ありますよちょっと猫映ってるかどうしたらいいんだ ちょっといろんなキャラになっちゃったなぁ。<laughs> 初めから細って思った。ええー、嬉しい。やったー。そう言っていただけるのが一番嬉しいです。可 <laughs> 愛すぎる。よかっ 明日の朝さハッピーハロウィンってさツイートするのとう思ういいいいと思う <laughs> 明日の朝ハッピーハロウィンでツイートいいと思うまあいっかそれでは団長ンみたいと思いますあさっきひつべのガチャ引いたらクルちゃんの星5が出ました待って私も出た私も一発で出ましたおめでとうおそらおそらギリいけるよかったよかった 時差で十一月十一日の朝オッケー。十、okay, 三、okay. <laughs> 位小賀谷さんありがとう十三位小賀谷さんありがとう十二位広島の白熊さんありがとう十二位広島の白熊さんありがとう十一位ムニュアルさんありがとう十一位ムニュアルさんありがとう十位オロチさんありがとう十位オロチさんありがとう 9位、かんちゃんさんありがとう。9位、かんちゃんさんありがとう。8位、つなもよさんありがとう。8位、つなもよさんありがとう。7位、みちおさんありがとう。7位、みちおさんありがとう。6位、七千しずさんありがとう。6位、七千しずさんありがとう。タワーもありがとうございます。教師、くまありがとう。またお礼します。5位、やまさんありがとう。5位、やまさんありがとう。 五位も、ありがとう。ございまタワーも、ありがとうございます。山さん、ありがとう。四位、くるりんぱさん、ありがとう。四位、くるりんぱさん、ありがとう。タワー、ありがとうございます。ま,すまっちゃんさん、かぼちゃ、ありがとう。三位、中村さん、ありがとう。中村さん、ありがとう。中村さんも、くま、きょうしいくま、ありがとう。くまさん。

遠いさんありがとう遠いさんありがとうハッピーハッピーハロウィンめっちゃ可愛いと花火のタワーたくさん本当にありがとうございます本当にありがとうございますお話もいっぱいしましょうありがとう遠いさんありがとうまたお礼しますあんなに細ければそれはちょっとの差で衣装苦しくなるわな <laughs> 嬉しい <laughs> くるくるに言っとくねたぶん喜ぶ <laughs> ありがとう今日は食べられたけど許されたよありがといありがとうもありがとう食べましたよしっかりと美味しかったです <laughs> 皆さん食べました <laughs> あゆ優勝ありがとう優勝そうださっきのコメントであったんですけど明日たがくるくるージングの受付最後らしいので あの、ぜひね、くるくるとクルージングしませんかぜひ応募待ってます。そして、11月、明日から11月、早すぎる、桃梅楽しみにしてるね。ありがとうぜひね、私のモバイルメールも楽しみにしててね。あの、この前言ってたくるくるの、なんか、くるくる説明書みたいなのも送ります。<laughs> よろしく。よろしく。あ今日か受付最後。ありがとう、教えてくれた。今日らしいです、クルージング。 今日らしいので絶対に忘れなくよろしくお願いしますキョウシーさんまたねまたキョウシーさんはまたいつ現れるかわかんないけどキョウシーさんくるくる返してくれますか返してくれないと暴れます返してくれる返すよ返すらしいです明日にはくるくる返ってくると思うのでまた明日も来てくださいよろしくお願いします今日はゆっくり寝つねありがとう寝ますおやすみ おやすみなさい。そうブログも出てるので、ぜひ見てください。バイ、バイ教師。